皆様こんばんは。 FM 枚方パーソナリティの久保由美です。私は今第10回枚方市平和の明かりの様子をお伝えするためにニッペパーク岡東中央に来ています。この平和の明かりは平成24年2012年の第1回から恒久平和への祈りと東日本大震災犠牲者への哀悼と復興への願いを込めて開催しているもので、今年で10回目となります。市内の大学の学生を構成員とする実行委員会を組織し、この実行委員会と枚方市、枚方市教育委員会の共催で開催しています。昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためイベントが中止となりましたが、今年度は厳しい状況だからこそ改めて平和の大切さについて考えていただく機会となるよう、感染の予防対策を行った上で開催することになりました。この平和の明かりを通して平和への思いを発信するとともに、皆様と一緒に平和の大切さについて考えていければなと思っています。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。はじめに枚方市平和の明かり実行委員長の摂南大学4回生大野雄作さんからの開催にあたってのメッセージをお伝えします。皆さんこんばんは。枚方市平和の明かり実行委員会実行委員長の大野雄作です。私はこの平和の明かりというイベントに携わるのはこれで4年目になります。大学の先輩がしていた活動で初めて参加した時に、会場に来ている人たちがみんなキャンドルの写真を撮っていて笑顔で楽しそうで、私も平和の明かりに携わりたくさんの人を笑顔にしたいと思ったのがこのイベントに参加したきっかけとなりました。私自身この平和の明かりに参加するまで、平和というものは当たり前のものと認識していて改めて考えたことがありませんでした。ですが今楽しく話をできていることも、家で美味しいご飯が食べられることも、みんなが笑顔でいれること、このすべてが平和であり、この平和を守り続けていかないといけないと感じました。今向こうに並んでいるキャンドルは枚方市の小中学生や市民の皆さんに描いていただいたメッセージキャンドルで、みんなの平和への思いがたくさん込められています。その明かりを見ながらもう一度平和について考えてみてほしいのです。私たち平和の明かり実行委員会は今日まで皆さんの笑顔を見るために頑張ってきました。みんなで平和への思いが詰まったキャンドルに火をつけて一緒に思いを届けましょう。枚方市平和の明かり実行委員長大野雄作。それでは続きまして、伏見隆枚方市長より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。枚方市長の伏見隆です。この度は平和の明かりの動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。はじめに皆様にはこれまで長期間にわたり様々な自粛やマスクの着用、また手洗いの徹底など新型コロナウイルスの感染症拡大防止にご協力をいただきまして心から感謝を申し上げます。今年の平和の明かりですが、平和と新型コロナウイルス感染症の収束を願うとともに、東日本大震災発生から10年を迎えることになりますが、犠牲者に対しまして哀悼と、それから被災地復興への願いを込めまして開催するものであります。当日のイベントは感染症の防止対策として規模を縮小して開催しておりますが、会場には市内の小中学生をはじめこの事業にご協力をいただいた各団体の皆様などから
平和への思いを描いていただいた約5000個のキャンドルが並んでいます。優しく揺らぐキャンドルの明かりや平和への思いが詰まったメッセージなど、この動画を通じて平和の大切さを考える機会になることを大いに期待するところでございます。最後になりましたが、開催にご協力いただきました関係者の皆様に感謝を申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。伏見市長どうもありがとうございました。もう今年も本当に美しい明かりがたくさん灯っていますよね。そんな中、市長には毎年こちらの会場にメッセージをお寄せいただいているんですが、今年はこちらなんですよね。お持ちいただいてもよろしいですか。ね、このように実はですね、毎年例年ではキャンドルカップを使用して並べさせていただいているんですが、今回からはプラスチックの使用の削減につながればという思いから、こちらのペーパーバッグ行灯を使用して並べさせていただいてもいるんです。で、このご覧ください。本当に可愛らしい絵が描かれている、こちらね、市民の皆さんに描いていただきましたが、こちらは平和の象徴の鳩ですよね。そしてなんとこちらは彦星くんとアマビエが描かれていますね。で、市長も今回ペーパーバッグの方に入っていただいたということですが、どういったものになりますか。はい、そうですね、私絵の方のセンスがあまりないのでちょっと文字で発表させていただいたんですけど、何気ない日常に感謝ということで、今年はこの、1年間ね、本当にこの新型コロナウイルスの感染症が広がってまして、市民の皆さんもですね、生活の中でいろいろ我慢しないといけないことがたくさんあったと思うんですけども、もちろん平和ということで、あると思うんですけども、このコロナにおいてもやはりこの日常のこの生活自体がですね、できるということが何かやっぱり幸せを感じる、やはりこう平和でないとですね、自分の楽しいことをスポーツしたり、芸術活動したりということも含めて生活するにおいてもやっぱり平和があるからこそですね、こういった生活普段何気なくですねしていることでも、何か幸せに感じるですね、そういう機会になったんじゃないかなというふうに思いまして、こういうメッセージをちょっと、こういう時期だからこそ何気ない日常に感謝という思いが生まれるっていう素敵なメッセージですよね。本当に、おっしゃっていただいているように、長引くこのコロナ禍なんですけれども、枚方市民の皆様の日常にもさまざまな影響を与えているかと思うんですが、こうした中で市長が考える平和というのはどういったものになりますでしょうか。そうですね、今もちょっと申し上げたんですけど、やはりこの普通に生活できる、当たり前、普段ですね、当たり前だと思っている家に帰ってご飯食べたりですね、それから、自分が、好きなことスポーツをしたり、芸術活動をしたりですね、それから職場に向かったり学校に行ったり、そういうことが、平和であるから、こういうことができるという、こういうやっぱり日常生活、これがもうまさに平和じゃないかな。そういったなんか平和っていうのを感じられる日常って本当にありがたいものですよね。そうですね、伏見市長、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではここで、感染のリスクがありながらも日々私たちの生活を維持するために仕事に従事してくださっている、いわゆるエッセンシャルワーカーの方々へ感謝と応援の気持ちを伝えるために、こちらにございます平和の鐘ヒラリオン、カリオンの鐘にブルーにライトアップいたしましょう。それではよろしいでしょうか。点灯をお願いいたします。このブルーのライトアップを通して、エッセンシャルワーカーの方々へ
感謝の気持ちを伝えるとともに、皆様とともに日本の平和、そして世界の平和を祈願したいと思います。会場内も一人一人の平和を願うメッセージが浮かび上がる空間となっています。本日会場全体には約5000個のキャンドルが灯っております。市内の小中学生の皆さんや今年度の平和の明かりにご協力いただいた団体の皆様が、その一つ一つに平和への思いを込め描いたものです。今年度は昨年度中止となり明かりを灯すことができなかったキャンドルカップを合わせて点灯しています。またステージ前には枚方市長をはじめ枚方市職員などが描いたペーパーバッグ行灯にも明かりを灯しています。メッセージカップやペーパーバッグ行灯の明かりにはそれぞれの形で平和への願い、被災地の復興への願いが込められています。ではしばらくの間、皆様に描いていただいたメッセージをご覧いただきたいと思います。前年度約800個、枚方小学校5年生の皆様のカップです。藤坂小学校5年生の皆様のカップです。津田小学校5年生の皆様のカップです。
関西創価小学校3年生の皆様のカップです。菅原小学校4年生の皆様のカップです。中宮北小学校5年生の皆様のカップです。山田小学校5年生の皆様のカップです。山田東小学校5年生の皆様のカップです。
枚方第二小学校5年生の皆様のカップです。津田南小学校5年生の皆様のカップです。高陵小学校5年生の皆様のカップです。第四中学校の皆様のカップです。ユースシアタージャパンの皆様のカップです。今年度約1200個、葛葉小学校4年生の皆様のカップです。牧野小学校5年生の皆様のカップです。
葛葉西小学校5年生の皆様のカップです。葛葉小学校5年生の皆様のカップです。平野小学校5年生の皆様のカップです。
西長尾小学校5年生の皆様のカップです。殿山第一小学校5年生の皆様のカップです。殿山第二小学校5年生の皆様のカップです。江北小学校5年生の皆様のカップです。
正代小学校5年生の皆様のカップです。小学校5年生の皆様のカップです。葛葉南小学校5年生の皆様のカップです。
西牧野小学校5年生の皆様のカップです。第四中学校の皆様のカップです。関西草加小学校3年生の皆様のカップです。ユースシアタージャパンの皆様のカップです。
皆様いかがでしたでしょうか。それではここで平和への願いが込められた動画をご覧いただきましょう。枚方市のテーマソング、この街が好きを手話とともに合唱することで、ここ枚方から日本の皆様へ、そして世界の皆様へ平和への思いが伝わるように、そんな思いから制作されたものです。それではご覧ください。
皆様いかがでしたでしょうか。この動画はサインダンスグループ3ピースさんのご協力のもと、平和の明かり実行委員をはじめ、枚方市テーマソングこの街が好きのメインボーカリスト根川さん、古谷さん、そしてユースシアタージャパンのメンバーが一生懸命に手話を練習して作り上げてくれたものなんです。手話というコミュニケーションを通じて平和な社会を築いていきたいですよね。また今回平和の明かりプレ企画といたしまして、さまざまな団体のご協力を得て平和への思いを込めた動画を6本制作しております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。大学生が中心となって企画している平和の明かりには、若い世代の自分たちが多くの人たちに平和について考えていただく機会を作り上げて、それをさらに若い世代につないでいくという実行委員の思いが込められています。平和の尊さを次世代に伝えていく、こうした取り組みをこれからも私たちは続けていきたいと思います。皆さん、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。